まあ今ね、なんていうの、これ、インスタライブね、やりながら、インスタライブやりながらね、まあ、YouTube、撮ってます。まあ、与那選手ね、すごくね、一発がいい、ある選手だね。まあ、これだいぶ前に、これね、だいぶ前で2日ぐらい前か、これ試合ね、やったんだけど、私本当見てません、この試合ね。まあ試合内容は見てないんですけど、まあ、すごくね、与那選手、いい選手、まあね、現在ね、日本なんか2位ね。で、天心がね、まあ那須川天心選手ね、まあいつも天心って言っては天心って言いますけど、まあ、いいか天心って言いますけどね。まあ天心も、まあ言わずと知れたね、まあキックの世界では、まあ、無敗でね、このまま、ボクシングのデビュー戦ね、与那選手強敵、失礼します、日本ランキングね、4位か今ね、4位の、選手に、立ち向かうと、いきなりデビュー戦でね、日本バンタム級4位に、立ち向かうということで、まあこれは、まあ、どうなるかなと、まあいうことでね、まあ、正直、まあ結果はもう2日前のことなんで、まあそれだけは知ってるんですけど、まあこの時はまあどうなるかなと、まあ与那選手すごいね、顔つきがめっちゃ、なんていうの、精悍な、まあ感じで、まあなんていうかね、見るとね、ある程度ね、わかるんですよね、その人の強さというか、感じがね。まあ私の、まあなんていうかね、経験というかね、まあ、どういう選手かなっていうのはね、まあそれはいろいろ、まあ形はね、十人十色いろいろあるんだけれども、まあそのなんていうのかな、中のその精神状態というか人間性というかね、それがものすごくね、顔見るとね、わかるんですよ、なんか知んないけど。まあそういうとこ皆さんもね、まあいろいろ、培った人生の中であると思いますけれども、まあ、なんていうかなって感じ、神様の目を持って分かるというかね。だから私、井上尚弥がね、デビューする前、デビューする前っていうのは違うんだけど、今のその世界チャンピオンな、ね、何階級、制覇はしてない、まあそれこれからしていくんでしょうけれども、その WBC、WBA、それを取るときに、すごい、取る前、以前、まだチャンピオンになる前ね、すごい、この子はすごいなと思ったんです。それ、何かって言ったらね、やっぱり、その目力がね、ものすごくて、この子は普通の子じゃないなと思ったんですよね。でも、案の定、それ当たったんですよ。やっぱり、なんていうかね、そういう勘というか、まあ、それがすごくね、当たったっていうのはね、まあ、自分の中で自負するところっていうかね、まあ、案の定ね、すごい選手になりましたからね。で、まあ、天心も、まあ、サウスポーながらね、まあ、今、アマチュアの、その、プロテストか。プロテストの試合を今見てるところなんですけど、まあサウスポー同士で、まあプロテストの相手になるのかなっていう感じだけども、まあ天心のね、まあ注目度がやっぱりすごい、何よりもね、あったということで、まあ、これほら結局は、そのプロテストってのは、要するに、まあ、プロになるアマチュアの大会の、まあ、その審査の大会なんで、まあ、その中で、まあ、いい、なんていうかね、戦いというかね、まあ、もちろん KO とかね、これなかったんですよ、グローブも大きいしね。ただ、天心のね、なんていうのかな、いいところは、まあ、蹴り、まあこれキックの中での話ですけど、
天心はね本当にね蹴りがねこれ蹴りのなんていうのその柔らかいんだよ蹴りが。だからそれがねすごい天才的だなっていうのがありますね。まあボクシングになるとやっぱり手だけになるんで、その中ではやっぱりどうなのかなと。だってほらやっぱりボクシングだけってのは足の蹴り技はないわけだから、だからその距離感なら何やら、まあ、戦略は今いろいろね、まあ青選手、元青選手、まあ青はまあ私のなんていうかね、まあ友人でね、まあ2階級制覇ね、押した人間ですけど、ボクシングでね、まあその彼が今教えてるっていうのもあるんですよ、まあ戦略的にね。まあサウスポー同士だからね、彼もサウスポーで、天使もサウスポーで、青がついてるっていうのがね、すごいそのいい、まあ勉強になってるところあると思うんですけど、まあそのまあ手だけになると、まあ結局インナー勝負というかね、やっぱりその手だけを練習してきた人間の方がやっぱり正直で、まだこの始めたばかりの天使に対してやっぱり1枚も2枚も、それはまあ基本的な考えとしては上だと思うんですよね。だからまあそれは正直ね、まあ今青もこれ世界まあね、ロスとか行ったのかなこれでね、いろいろ練習したっていう、まあ青がついてね、だから結局やっぱり蹴りを練習してきた天心、蹴りもかもを練習して天心に比べて、やっぱり手だけをずっと練習してる人間、やっぱそれはその独特しさというかね、それは違うと思う、まだやっぱり、まあ、これからの天心にもちろん期待したいんですけど、もちろんするしね、これからだともちろん思います、だって一方はさ、手だけばっかり練習して、一方はね総合ね、まあMMA じゃないんですけど、まあ、蹴りも練習して、だボクサーでトップのボクサーで、じゃあ今度蹴りがありね、蹴りがありキック、ね、何でもあり、まあ、MMA ですね近いので、蹴りがありキックボクシングで、まあ、天心の方に目線を合わせると、蹴りがありでじゃあキックボクシングムエタイでじゃあ世界の100億以上稼げるというふうになった時に、じゃあボクサーの人たちも多分チャレンジしてくると思うんですけど、そういう場合にじゃあ天心に勝てるかって、蹴りありで、それはね難しいと思うよ。天心はねやっぱり蹴りがあってこその天才というかね、体のその柔らかさ、蹴りの柔らかさがあると思うんで、この手だけになるとまたこれは少し今の状態だと、やっぱりだってそれはそうですよね、相手の方が分がある、相手っていうかそのボクサーの方が分があるよね、だってそれはそうでしょ、単純なことばっかりずっと要するに練習してきるわけだから、そのインナーマッスル、要するにね、体の使い方、体のつき方がもうそういう風になってくるわけなんで、それはもちろん相手というか相手のそれ、与那覇選手のこと言ってるわけじゃなくて、そのボクサー界のねトップレジェンドの人たちの方が分はもちろんあると思います。ただね天心もこれからなんで、まだこれからの天心にね期待したいしね、そこはもちろん私も応援してますし、ただこの戦略は正直さどうにもできるわけで、天使だって器用だしね、まあいいコーチもついてるわけだから、それはすごくねいいと思うんだけれども、やっぱり今まで培ってきたものという考え方をすると、まあその培ってきた発表会を考えると、やっぱりねそのボクシング界のレジェンドの方が分あるね。だからそれはもうどうしてもね畑の問題になってくるから、どうしてもやっぱりその市場がね、ボクシングの市場の方がファイトマネーがすごいすこぶるいいんで、やっぱり可能性があるわけですよ。だってキックボクサーで1試合100億以上稼げるやつなんていないんですから。だからボクシングの世界にね行くってのはね、それは
みんな夢をやっぱアメリカンドリーム持ってね行ってるわけで、まあ、それは別にあのまあねそれはダメなことでもないし、あの非難することでもないし、ね、それは本人のね夢を追ってっていうね、それはもちろんあのいいことだと思うんですけども、じゃあもしも何でもありという観点からして、だってそうじゃないですか、手だけよりも足もあった方が強い、ね、足もあった方が強いよりも何でもあり、要するにノーホールズバードの方が強いっていうふうに、やっぱ男のロマン的に考えて、そういうふうに何がじゃあ一番最強なのかっていうのが着目されるわけで、でもやっぱり歴史があるねボクシングがやっぱりあのファイトマネーが高いし、うん、やっぱりファイトマネーが高いってことはやっぱりあの夢があるわけだからね、だからみんな そこに行くっていうのはね間違いではないと私は思いますけど、だからやっぱりそこに行った時にそのリスクだよねを考えると、やっぱりあのキック界の天才である天心が、ボクシング界天才になれるかっていうのはまたちょっとね、違うと俺は思うけど、でもね、だからこそね彼もまあ、冒頭にね、まあ、今テレビの冒頭に言ってたけどね、普通にやってて面白、ね、何にも面白くないと、だから要するに違う畑に来てこうチャレンジすることによって、すごい、ね、楽しみなところがあるというね、まあ、それはいいんじゃないですかね、うん、と私は思います。すごいね応援してますよ、うん、そこに対する与那覇選手ね、32歳なんですけど、で天心が24歳だから、で、身長が166センチ、まあ、天心が165で、でリーチが、天心はちょっと長いね176で160、ちょっとだね、だからうんまあ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 手はちょっと天心が長いのかなって感じですね。うん、すごくね、まあ、試合は私まだ見てないけど楽しみなね一戦だなと今思って、試合を待ってます。これ場所はどこでやったのかな、これ埼玉じゃないよね。すごいねこのもうなんていうのかな、これもう天心の大会みたいになっちゃってるけどね、でもまあこのボクシングの世界でね、うん、それもちょっとなんていうかね、天心はだってデビュー戦なんだからさ、確かにそれなりの、 大手大きい選手であるけれども、ね、もちろん注目されて、ね、前回そのタケルとの、死闘というかね、決勝戦、事実上の決勝戦を、天心が勝ってね、やっぱり無敗同士、無敗じゃないか、タケルが1敗してるからね、まあでもほぼ無敗同士の、まあ、注目された、試合で、まあ、天心が勝ってっていうね、でも実際天心も、結構微妙というかね苦戦した試合はありましたね、ロッタンの試合とかね、あれはちょっとやばかったねっていう、ダメージは全然天心の方があったんで、それは本当にあの天心も後から言ってたけどね、ロッタンは一番強かったとね言ってたけど、でもボクシングに来るとまたよりね強豪な相手が、顕著に出るようなその強さのね、相手がいると私は思いますけれども、逆に楽しみね、そういう相手をね、うん、倒せていく、うん、っていうのはいいと思いますけどね、うん、でもね天心はその何回も言うかもしれないけど、まあ、キックの選手なんで、まあ、キックは本当天才的ですよ、彼のね何を見て言うかっていうとですね、彼のねサンドバック打ちが素晴らしいんだよね、その蹴りのあれで私はね、あこの子は天才だなと、なかなかできるもんじゃない、それ何かというと体のその蹴りの柔らかさ、あとね奇想天外なそのタイミングというかね、まあそのなんていうのかな、そのスピンキックとかそういう空手の技をね
いろいろ使ってね相手を倒す、それがね彼の素晴らしいところなんですけど、ただこの単純なボクシングになるなってどこまでやれるかなっていうのはすごくね興味がありますけどね。まああのキックから移ったあの武井選手もね、まあ私の友人のね、まあ、あの古川聖さんってね、あの夢の力ですかを、主催してる、私もそこであのプライドの頃よく練習したんですけどね、まあ私もその頃ね武井選手は多分子供だったら会ったことあるかなって感じなんだけど、まあそのそこ出身の子がねあの今ボクシングで、活躍してますね、ジムも、あそこの横浜の、大橋ジムですかに行ってね、井上、選手と同じ場所に、行ってね、頑張ってるっていうね経緯がありますけどね。まあ天心も今ね言ってますけどもね、ボクシングと戦う全員の勝負、ボクシングの勝負であるし、ボクシングとの勝負でもあるし、相手との勝負、お客さん世間との全員勝負、全員と戦うつもりで試合すると、言ってますね。でもあっという間だよね。昔ね、あのね、うちの道場をね、あの天心の親子に貸してたというかね、まあ、うちもあのプロあの子供の選手いたんで、まあ、一緒に練習させたりして、まあ、その子の親からね、あの天心も来るからちょっと道場貸してくれということでね、まあ、天心の親子に貸してあげたことあったんですけど、まあ、その頃は子供でね、天心もね初々しかったけど、あっという間にねもう大人になっちゃったもんね。人の子は早いって言うけど本当だよ、人の子はね。